千代田の人情は、文政六年四月二十二日に、松平忠広によって引き起こされた、人情事件である。文政六年四月二十二日、西の丸の御書院番の新山、松平忠広は、古参の旅重なる穴取り場と戦を落とに、ついにうっぷんこれを抑えることができず、本田より、 戸田彦の神及び沼佐京の三人を電柱に置いて、切り殺し、真部玄十郎及び神尾五郎三郎の二人には、傷を負わせ、自らは自陣し果てたものである。事件発生後に、直接の上司である、坂井山城守を交えて、事件を隠蔽する工作が行われた。目付は正式な見聞書には、死者が出たことを記載せず、 後の保身のために真実を記した文書を封印文書として作成した。本丸から来た G は死亡者を既得状態と偽るために外科的工作と虚偽報告するように頼まれ、一旦は拒んだもののこれに従った。地で染まった二十畳の畳は深夜のうちに取り替えられた。加藤英美案の我が頃もによれば、 劇が大奥に勤めるおばに鬱憤をとろした遺言とも、言える書き置きを渡していたため、大奥を通じて事件が露見したという。時の老中、水野忠明が厳重戦議を行い、殺害された三人の所領は没収され、神尾は、解役を申し渡された。なお、松平家は、忠広の小栄太郎が相続を許された。関係者や生存者への処分事件の戦議は、 西丸御書院版、坂井山城守組、松平劇及び人情松室次害、神尾五郎三郎二21人五千義吟味一件にまとめられている。この資料によれば、松平劇は普段は貴重面で神経質、普段は穏やかだが干渉が強く、人付き合いが下手な人物だったと証言されている。また、西丸書院版の坂井山城守組は、 古株による新参者へのいじめで有名な職場だった。着任早々に、劇の父、松平頼の者後押しによって、追取狩りで、世子の指揮を取る表紙牧役に抜擢されるが、監修を無視した、この人事によって、古株の反感を一心に浴びることとなった。追取狩りの予行演習に遅刻した劇は重大な、落ち度として責められ、 表紙牧薬を辞退し病気療養として自宅に引きこもった。ついとり狩りの翌日から職場復帰したが、古株からの嫌がらせやメンバーは収まらず、4月22日の事件に至った。事件の天末は河原版で報じられ、落書も数多く作られた。姿勢の人々は劇を取り押さえることもできず、狂人から逃げ惑った旗本の不甲斐なさを物笑いの種とした。 この事件は、極定馬金羅の、うさぎ園小説余録にも収められ、歌舞伎狂言にもなった。大正時代には、須藤南水が小説化している。宮崎上信の雑録、市町層によれば、事件から7ヶ月後に昌平座科学文書で劇の、模倣犯とも言える事件が発生している。乱心死三人を殺傷した、加野軍兵衛は、日頃から松平忠広の仕業を賛美し、 事件発生時も、千代田の人情事件の書き付けを懐に所持していたという、ありがとうございます。